ライディングスティアレスリングスティアレスリングチームローピングベアバックブランクライディングロデオは北アメリカが起源の家畜特に牛や馬を使った伝統的なスポーツスペイン語の取り囲むという意味の動詞ロディーヤが名詞化したロデオを語源とする日本語ではロデオと称される場合もあるカウボーイと呼ばれた牛創業に携わった労働者やスペイン語で バケロと呼ばれた牧道などが、ラウンドアップで集めた牛の焼きしや出荷などの、作業終了後に、自慢の腕を披露する遊べから始まったスポーツ。当時は、アメリカやメキシコを中心としたカウボーイ文化を、背景に、度胸試しや腕試しの要素が強かったが、20世紀に入ると厳密なルールが定められ始め、戦後から現在に至っては、プロスポーツとして組織化されている。 街のお祭りで開かれる大会に出たり、趣味としてロデオに興じたりするアマチュアも多いが、トッププロはゴルフや競馬やバスフィッシングなどと同様に全米各地で開催される大会を転戦し、その賞金総額で決まるシリーズチャンピオンを目指す。また、競技用の家畜を提供するオーナーにも、かなりのレンタル料が支払われるため競馬同様、最強の牛を見つけたり、 作り上げたりすることに注力するオーナーも多い。競技は主に、荒馬、荒牛に一定時間乗るラフストックと、速さを競うタイムイベントに分けられる。ブルライディング暴れているお牛に乗る競技。ベアバックブロンコライディング案を装着していない、暴れ馬に乗る競技。サドルブロンコライディング案を装着している暴れ馬に、乗る競技。それぞれ、8秒以上乗り切ると合格とされ。 起乗車の乗り方と馬の暴れっぷりが採点される。スティアーレスリング走っている馬の上から逃げる牛に飛びつき頭をひねって牛を地面に倒すまでの時間を競う競技。チームローピング二人のカウボーイが馬に乗りながら逃げる子牛の頭と後ろ足にロープをかけるまでの時間を競う競技。タイダウンローピング逃げる子牛の頭に馬の上からロープを投げて引っ掛け。 馬から降りた後にその子牛の獅子を縛り上げるまで、時間を競う競技。スティアーローピング逃げる牛に、馬の上からロープを投げ、牛の頭に引っ掛けるまでの時間を競う競技。バレルレーシング場内に三角状に配置された三つの樽をポイントととし、それを馬で走り抜ける時間を競う競技。女性専用種目。正式種目以外にも、ブレークアウェイローピングやゴン、 世界最大かつ最古のロデオ統括組織は、プラカという組織で毎年700のロデオを認可している。最近になって、ブルライディング競技専門の PBR という統括組織も設立され、こちらも多くの競技会が開催され、プラカに対等する人気を博している。またプロではなく、高校ロデオ、アマチュアロデオ、女子ロデオというものもある。 モンタナ大学などいくつかの大学にはロデオチームがある。全米大学ロデオ協会は全米大学ロデオ決勝戦の運営に携わっている。ロデオの多くはアメリカとカナダで行われる。その中でも有名なのはカナダ、アルバータ州カルガリーで行われるカルガリースタンピード、ワイオミング州シャイアンのフロンティアデーズ、コロラド州デンバーのナショナルウエスタン、ストックショー。 テキサス州ヒューストンのヒューストンライブストック、ンドロデオ、ネバダ州ラスベガスのナショナルファイナルズロデオである。NFR は毎年12月にトーマスマックセンターで行われ、年間の獲得賞金上位15名が参加する。NFR を行う10日間の観客数は2003年には歴代最高の17万人以上、テレビでの鑑賞者は900万人に達したと推定される。 2002年ソルトレークシティオリンピックでロデオが披露され、これがロデオのオリンピックの2回目の登場となった。初登場は1988年カルガリーオリンピック。ネイティブアメリカンの間でもロデオが活発で独自の組織が存在し、インディアンロデオという独自の文化を有する。チリでもサッカーと同程度に人気を保つスポーツとなっている。 ヒューストンライブストックショーロデオの会場動物の権利及び動物福祉の組織は動物を傷つけ苦しめているとしてロデオを避難している。アメリカ政府の食肉検査官を30年間務めた獣医師のドクター C.G. アベールはロデオから食肉として廃棄された動物の様子を次のように述べた。傷ついた範囲があまりに広く皮膚が剥がれずに残っているのは頭、首、足。 腹だけだった。肋骨が6から8本折れた動物を見たことがある。肺が破裂したものもあった。剥がれた皮膚のもとに2から3ガロンもの血液が溜まっているものも見た。ブルライディング、ベアーバックブランクライディング、サドルブランクライディングなどの派手なラフストック競技は誤って非難されることが多いが、一般的に動物にとって安全な競技である。むしろタイムドイベンツの方が、 動物を傷つけやすい。ロデオ協会は動物の怪我を減らすために数回ルール変更を行ってきた。カーフローピングにもっと年長で重い格子牛を使うようにしたり、スティアレスリングにもっと大きい巨星牛を使うようにしたり、多くの競技会でスティアローピングを廃止したりした。ロデオにおける動物への虐待は調査する必要があるが、家畜とその扱い方への理解が増すことは、 虐待が行われていそうな地域についての議論に関心を集める助けになるだろう。ロデオマシンとは、牛や馬などに乗って振り落とされないようにする、スポーツ、ロデオを模した機械のことである。本物のロデオは、もちろん本物の牛馬が己の全生命を落として、振り落とそうとしてくるわけであり、比類なき努力を味わえることは当然であるが、このロデオマシンも、一般のものは、まだしも、 最高級のものは本物と被験し討る強烈さを持っている。近年実際の動物を使用せず機械によるロデオ競技を行うものが登場しており日本では俗にロデオマシンと呼ばれる。日本で一般にロデオマシンと呼ばれるものはブルライディングを機械により疑似的に行えるものであり英語ではメカニカル、ブルと呼ばれることが多い。実際のブルライディング同様に片手で マシンのハンドルを掴み、もう片手を上に上げて乗ることで、ローデオ気分を味わえる。機械による動きなので揺れの度合いや、速度などを自由に調節できる一方で、当然ながら、実際の牛の動きとは異なる部分がある。アミューズメント施設や、レストランなどで遊びように設置されるケースが多いほか、日本ではダイエットに効果があるなどとして、家庭用にカスタマイズされた製品が、 通信販売などで販売されている。ありがとうございます。